どうもこんにちは、平井弘明です。今回はですね、いろいろネタを考えてですね、練習場の方に着いたんですが、駐車場でですね、ばったり同級生に会いまして、急遽ですね、そちらの同級生の方をレッスンするという企画に変更しますので、どんな悩みがあるか全く分かりません。ですが、それがレッスンですよね。なので今回その同級生に突撃でいきなりレッスンをしていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。今回はですね、その駐車場で会った同級生の IBC の会長をですね、ちょっと呼んでみたいと思います。それでは登場していただきましょう。 IBC 会長の、坂本秀樹君です。どうぞ。どうもこんにちは。ばったりで本当にばったりですね。先ほど早速ですが、はい、秀樹君はなんか漠然的なゴルフの悩みとか、多分今ドライバー持ってますけど、ドライバーが今悩む感じですか？そうですね、やっぱり、はい、ゴルフとしては13年ほどやってるんですけども、平均的に90代前半ぐらいまで、90代前半までは来まして、で、まあ、本当にまれに80代がこう出るぐらいまではやってこれてるんですけども、まあ安定してその80代っていうのが出なくてですね。なるほど、はい、じゃあ安定感も欲しい。安定感が何よりも、特にドライバー。そうですね、それを左右するのがやっぱこのドライバー。なるほどなるほど、確かにそうですね、はい、ちょっとじゃあドライバー やってみましょうか。あ、いいですか？なんとなく、なんかどの辺が原因かっていうのが分かれば、はい、あ、ぜひちょっとドライバー見たいですね。普通にいつもフィードで帰るちょっと見たいですよ、ドライバー、はい、どんな感じなのか。いいですか？どうぞどうぞ、はい、もう温まってます。あ、もう体はそうですね、ちょっと少し常にちょっとじゃあ何ていうか、はい、ハーソルですから、ね、OK OK、はい、酒入ってるまあそうですね、この位置ですから250の、うわ、いいですね、いいですね、ターゲット、はい、どんどん振っちゃっていいですか？どうぞどうぞ。あ、なるほどね。振りいいね。振り早速この左に振りいいね。いい、全然いい全然いい。あんなのいくらでも直せる。いくらでも直せるんだ。いいですか？どうぞどうぞ、はい、めっちゃくちゃいい球。今良かったですね。いいこれぐらいで。よくない？1球目だけじゃない？いや、けど本当3分の2あそこに入ったんですけど、ほとんどがやっぱり引っ掛ける方が多かった。シャフトですよね。え、ヒデ君、ヘッドスピードっていくつぐらい？満振りした時が48とか。ちょっと見ていただいて、弾道2球目と3球目カメラに映ってると思うんですけど、あれめちゃくちゃいい球じゃないですか。で、その秀君のヘッドスピードっていうのがだいたい47、8ぐらい、スペックが 9.5 なんですよ、ロフトで。シャフトが SR フレックスですね、 SR。結局47、8ヘッドスピードがあっても効率よく打てると、あれだけ吹け上がらずにいい強い球って出るんです。なので前の動画でも言ってますけども、やっぱりオーバースペックっていうのは本当に良くないんです。でもきっちりした軌道でスイングできて打ててくると、これだけライトスペックでも全然いい球が出るんです。これちょっと言いたいですねそうだから多分47、8でプロゴルファーだったら X を使いたがるわ。あとはまあアマチュアでも硬い、あとはロフトの立ってるクラブを使いたがる、まあ、そこは安定感と結構かけ離れる部分で、だから俺的にはすごいいいわけ、こういうスペックで。1球目がなんで左行ったかっていうと、トップを作って左にウェイトシフトするのが早すぎる、はい、そうで、それで左行くんだけど、なんでそれで左行くかって言ったら、アドレスしてる方向ってこの方向でしょ、はい、この方向でウェイトシフトをしたらこうやってなるわけ。
こうやってそしたらこの方向に振ったらもちろん左飛んでくるでしょ、うん、それで1球目左飛んでくる、はい、だからウエイトシフトがバックスイングってウエイトシフトこうすると自分の飛球線ってこうなるじゃん、うん、こっち側にこう向くからこれで振ったら真右飛んでくるでしょ、そうだね、そうでそれを戻して初めてまっすぐ飛ぶじゃん、うん、その戻ってここっていう飛球線に体が戻ってきた時にクラブが戻ってくればまっすぐ飛ぶっていうだけ、 それがバックスイングでこうやって飛球線が変わってその飛球線を戻して戻すタイミングが早すぎるんで左向いてる時に振るから溜まって左に飛んでいく、それの1球目の左で2球目3球目っていうのはその戻るタイミングがここで合ってるからまっすぐ飛んでいく、それが安定感のタイミングなんだ、はい、そのタイミングが合えばどんな振り方しても曲がんないんです、そうぜひちょっと教えてもらいたいんですけど、うんうん、やっぱりそのタイミングが合った時はいい球が、うん、いい出る、それがやっぱりこう、うん、ラウンド回ってると疲れとか、うん、またこうショートの後は逆に体力があって、うん、逆に力が入っちゃったり、うん、そのタイミングがやっぱりタイミングを安定させるためにはどうすればいいですか、タイミングを取ることがもちろん優先なんだけど、毎回同じスピードで振ろうとしていることをやってるかどうかなのよ。だから今ちょっと話に出た、例えばパー3の次のミドル、パー5の次のミドルで変わっちゃうんだったら、その秀樹くんの基本のドライバーのスイングのスピードっていうのが意識できてない。だから47でずっと振れればタイミングってほとんどずれない。だけどテンションが変わるでしょ、変わるモチベーションがもう、そう、カイ君においヒデキなんて言われちゃったら上がるでしょ、そこでヘッドスピードって48にも9にもなるでしょ、はい、そうすると自分がタイミングをずらせないと47のタイミングでスピードが49だったら曲がるわけ、それが安定感とちょっとかけ離れちゃうんだよね。だから47のタイミングで全てのパーツを使ってるんだったら47のタイミングでパンって打てないとスピードが合ってこない。いや、そんな考えしたことなかった。そうでしょ、そうでしょ、毎回麻雀じゃないけどここに立ったら、うん、ここの中からこうベストで思いっきり振りながら、うんうんうん、思いっきり振っちゃうと安定しないから少しちょっと手前で、うん、手前のスイングで47とかっていうのは全く意識したことなくて、うん、スピードは絶対意識した方が、例えばそれ数字じゃないけどこれぐらいのスピードで振るっていうのを絶対頭の中で意識して、そのために素振りがめちゃくちゃ大事なの。素振りを運動ですよなんつって本番打っちゃったらやっぱなかなか当たんない。なるほど。そう、例えばじゃあ秀樹くん1番ホールの1打目ティーアップして構えましたって言った時にもうその時点で考えてももう遅いわけ。ティーアップする前、素振りする前の段階で答えをパッと出しといて、それで全て整ってからアドレスに入ってそれを行動に移すっていうのがコースで、考えながら打つっていうのが練習場。そう、それが切り替えができるとめちゃくちゃコースで上手くなるわけよ。あれだけのショットを練習場で打てるってことはそれをコースで再現する何か方法をまだ見つけてないだけなのね。実力じゃないのよ、実力は打ててるから。そう、そこがコースと練習場の大きい差なんだね。わかります？これ大事なんですよ。そうなの。いや初めてこんなこと。だからそのこのアドレスした方向のこのターゲットライン、この向きってすごい大事で、もちろんこうやってバックスイングして上げてこのまんま打ったら、カナダの向きこのまんまで打ったらもちろん真右飛んでいくじゃん。今 こっち向いてるから、こう、そうそうそう、それがどこ向いてるかが大事なの。そうだから、このまんまウエイトシフトしてこうやってグーってこうやってくるでしょ、はい、したらウエイトこっち向くじゃん、はい、これ左向いてるでしょ、したらこの方向にボールって飛んでいくから。そう、そのタイミングが打つボールにクラブが触るときにどこ向いてるか。そう、そう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 、そう、それがこうなりすぎてもダメだし、こうなりすぎてもダメだし、そうだ、ちょうどのところにビタンと戻ってこれないとボールっていうのはまっすぐいかない。はい、そう。だからパワーでもないし、スピードでもないし、もう本当にタイミングでしかない。スピードパワーっていうのはその人のスピードパワーで十分なの。そう、それが打つときに一致してるかどうかな。俺いつもその YouTube でそのトル君と2人で撮ってて、カメラに向かって
ありもしない悩みをねずっと言ってるんだけど、やっぱこうやって人に対して言った方が俺もやっぱやりやすいし、なるほど、 その悩みに俺が言えばいいだけだから、はい、でも、はい、無限の悩みに対していつも言ってるとなんか自分でもしっくりこない。やっぱりそうですよね。そう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 、みんな課題がそれぞれ、そう違う、そう課題が違うのよみんな。だからはーい、これやりましょうねっていうのはあんまりないのよ。そう、今日何も直してない、直さないとね。そう、そうなの。あれだけいい球練習場で2発、要は3分の2あれが出ちゃったんだったら逆にスイングを直しちゃダメなの。ダメなんですよ。47で常に振る練習とかね、そう変えないで、そう今度は練習方法を変えなきゃいけない。例えばだよ、100球打つんだったら100球47とか8で振れる練習をしなきゃいけないし、ここの踏み込みのタイミングを常にバンと当たる時と踏み込みを同時になる練習を、そうタイミング、それを練習として取り入れていかないとずっと同じレベルになっちゃうの、うん、そう、うん、だから今日は当たるかなだとやっぱり良くないよね。そうだから悩みじゃないの。いや、ま、うん、いや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 、おかしいな。考え方を、そう考え方を変えればいい。そう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 。そう、それだけで全然変わる。結局そうなんですよ。さっき、うん、左に引っ掛けたのは、うん、自分の中でなんでだろうっていうところで、それを自分の中でオリジナルに修正したから2回目、3回目もちょっとまっすぐ目にそうやったんですけど、うん、そのさっきのこの話とか、うんうんうん、タイミングが合ってないっていうのは、うん、自分の中でも全くなかったはずで、やっぱこうやって第三者的にっていうか、うんうん、客観的に見てもらうところで、それぞれ動画撮って、うん、ちょっとスイング改善した方がいいなとか、うん、ところをこうやって言ってもらうとちょっと視点が変わってくるじゃない、はい、うん、はい、あとは、ヒデキ君ヒールアップするでしょ、こうやって。あ、上がってた、上がってる。あ、本当、そう、ヒールアップするんだけど、今度そのヒールアップが邪魔になってくる。ヒールアップするから踏み込まなきゃいけないからタイミングがずれんじゃんって今度なってくる可能性がある。そうするとスイングも自分で変えたくなる。ずっとベタ足でこうやって打ってる方が安定するんじゃんってなってくるかもしれない。そう、安定っすね。そう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 。だったらそのヒールアップやめて体の捻転だけで動いた方がよっぽどタイミングのズレってなくなるじゃんってなってくる可能性もあるのね、はい、そうすると、じゃあヒールアップやめようって言って回転を抑えて腕の力メインでパンってフィニッシュまで打てるようになってくるとなおさら安定してくるんですね。ちょっと距離どうでもいい、方向どうでもいい、インパクトで自分の戻したいタイミングを意識して何球かちょっとヒデ君打ってみて、うん、はい、曲がっていいんだよ、はい、曲がっていいし距離は関係ない、うん、タイミングだけ、タイミングだけ、タイミング、スピードもどうでもいい、戻したいタイミング、いい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 、何がいいってフィニッシュのバランスがめちゃくちゃいい、本当ですか、うん、いい、らしくなってきたね、今の球ね。らしくなった、どうでしょうか。いい、いい、これ今いいミス、これ今いいミス出たんですけど、何が違うか、1球目、2球目と3球目だけ別なんですよ。1、2球目は一緒でした。3球目だけ違うっていうのは、3球目だけフィニッシュがこうなりましたっていうのは、秀樹くんのヘッドスピード、適正のヘッドスピードをオーバーしてるっていう証拠なんですね。要はフィニッシュのバランスが取れないスピードで、要はスピードオーバーで振ってるんで、自分の体のバランスが制御できてないっていうスピードで3球目だけ振ったんで、フィニッシュのバランスが取れなかったっていうショットなんです。それは曲がりますよね。そういう感じなんですよ、今、うん、なんでその 1,2 球目みたいにフィニッシュでバチンと決まって、そのまんまボールを追える姿勢でボールが落ちるまでバランスを取ってられるスピードっていうのが自分の限界、はい、こう本当の限界って言ったらこうやってなったりするから、そうなるとゴルフのスイングを適正をオーバーしちゃって本当の限界を超えちゃってるのね。全てのパワーの限界になっちゃうとすごい球出るから、はいはい、そう、はい、だから真ん中に行く前提の限界のスピードっていうのはフィニッシュでバランスが取ってられるスピードがやっぱ一番限界だよ、ね、そう、意識するところをいろいろ変えてみて、どの意識が自分が一番邪魔をしないか、スイングに。例えばフィニッシュの
バランスだけ意識してればスイングが綺麗にできる人もいるし、はい、そう、あとはインパクトのバンって戻すタイミングだけ意識してればいいスイングできる人もいるし、それは同じことやってるんだけど人によって考え方ってやっぱもちろん違うから、それはいろいろ意識してみて何が一番自分の邪魔するものが少ないかっていうのを練習場でやるのがすごい大事な課題の見つけ方。今度じゃあひで君フィニッシュで絶対バランス崩さないでちょっと打ってみて。わ、はいはい、かりました。つい、ね、つい力んじゃうんですよね、やっぱり打ってくると特にドライバーって、ね、いいですよね、いいです、グッドバランスですよね。今打つ前につい力んじゃうって言いましたよね。これめちゃくちゃいいヒント。何がいいヒントかっていうと、力もうとして力んでるのか力みたくなくて力んじゃってるのかが一番重要なんで聞いてみましょうか。どっちですか力みたくないのに力んじゃってる、力もうとしてる、前者ですね。力みたくないのに力んじゃってる。力むことはめちゃくちゃいいことですからね。力むことはいいことなんだけど、力もうとして力んでたら球ってほとんど曲がらない。そう、ね、プロゴルファーほとんど力んでる。今回やっぱフィニッシュを意識するっていうところでフォームを意識して打ってる、うんうん、マインドチェンジをしまして、うんうんうん、その結果でしたね。今のいい球でね、はい、まあ、薄いフェードの、薄いフェードで、はい、フェードバカにしてます。いやフェード最強なんです。最強です、最強です。最強です。そう、結局あのスイングっていうのは、うん、その今ウエイトシフトをして少し早めにボールの真上に重心が来て打ってるんで、どちらかというとドローは出ない今のスイング。それって1球目打った時にもう俺はスライススイングだなっていうのはもう分かってる、はい、そうで、あそこでドローを打ちに行ったらパキューンって左、それか右の林。そうだから、ドローを狙いに行かないで今の薄いフェードもしくはストレートを狙いに行くスイングが秀樹君できたらめちゃくちゃゴルフは上手くなる。それはね、少しこうやって使うの、体をこうやって使ってるのね、秀樹君は自然と。ああ、そういうことね。そう、そういうことね。イメージはこうですよ、軸を意識して。そうでしょ、その捻転、捻転、うん、でもね、秀樹君はね、軸をね、こうやって使うの。こう、ペンしたくないんですよ本当は。どうしてこれなんかドラム缶の中に入って打てる、打ちたいの、打ちたいのけど、自分で本当にこうなってるのが分かるから安定して、これから崩れますこういう風に使える人はそういう風に体使わないの。だからどっちかっていうとヒデ君は体をこういう風に使う人なのに、こうやって使いたがってるから伸びしろがありませんそう、だからこれ 逆の使い方、そう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 、これじゃなきゃダメなんです。そうそう、これじゃなきゃダメなの。こうやって体を使えないとダメなの。そう、だからそういう思い込みって多いよね、やっぱり。それでいいのっていう。そうなの。だ、自分でも本当にこうなってるから安定してないな。だから、うん、スイングプレーンをなぞるっていう、安定させれば、右左に行き過ぎないと思う。なるほど、なるほど、なるほど。だから、うん、やっぱ今のうちは、うん、こう体を回しながら徐々に徐々に、うん、これをなくして、うん、こう正しいスイングプレーをなぞる意味での、うん、いければっていう、あ、勝手な自分のロードマップ聞いてたんですけど。なるほど、なるほど。これ伸びしろないですか。ないですはっきり言って本来の体の使い方じゃないってことだよ。そう、ヒデキ君のね。そう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 、そうなんですよ、ヒデキ。そう、だから俺がアドレスしてる位置からインパクトって頭1個下がるわけ、俺って。でもそれをインパクトで頭の位置を変えないで、高さ変えないでこうやって打とうとしたら当たらないの。結局力入れてくださいねって言ったら俺ってこうやって縮むわけよ。でも他の、例えば真逆の人なんて体に力入れてくださいねって言ったらこうやって伸びる人もいるわけよ。それの差なのね。だから俺がグーンって、俺は力が入ると縮むから、縮めなかったら当たらないわけ。でも多分ヒデ君は伸びるんだよね、こうやって伸びたりする。そのどっちかは分かんないよ、分かんないけど、例えば揺さぶる人とセンターで回る人とっているから。そう、それが逆をやっちゃったら大変なことになっちゃうの、当たんなくなっちゃうの。言っちゃえばコントロールできないんだよね、うん、そう。だからそのタイミングが合いやすいのはどれって言ったら8の字角度、こうやってこういうイメージで秀樹君が打てないとタイミングが取れない。そう、だからプロゴルファーで言ったら池田勇太プロとか、うん、そう、ああいう風にこう体を柔らかくこう鞭のようにパチンって使えないと
うまくタイミングが取れない、取りづらい。センター軸は悪いとは言わないんだよ、秀樹君にとって悪いとは言わないけど打ちづらいの。もちろん憧れはあるし、ゴルフのスイングは軸を意識しなきゃいけないっていうのはあるけど、そういう人に口酸っぱく教わったら多分ねすごい伸び悩む。だからドライバーなんかもこうやってバーンって大きくこうやって波打って、ほんのちょっとこうやってバーンって打てないとタイミングっていうのは取れない。だからね、例えばクラブなんかで言うと重くて柔らかいクラブなんかめちゃくちゃ好きなんだよね。多分重めでシャフトが多少短めで柔らかいクラブなんかは打ったことないかもしれないけど、はいはいはい、打ったら多分すごいぴったりくる。重さを利用して打つのが上手だから。無知をこう意識してるというか、うん、自分でもね、ま、何よりも安定させたいんですよ、うん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 、だからそこにスコアを安定してやっぱり出していくためっていうところが今ゴルフの中で目指してるから、でオリジナルでこうなんか勝手にやっぱり綺麗なスイングになっていくこと、安定したばらつきのないスイングになることで、スイングが安定すればスコアも安定するっていうふうに思いが勝手に芽生えてしまっていたんですけど、じゃあ逆を言えば秀樹君が100球打つとしたら100球同じ安定したスイングをしようとして練習してるかどうか、これめちゃくちゃ大事で、はい、同じスイングをしようとしたら同じクラブを100球打ち続けた方が絶対いい練習になる、うんうん、そうで例えば100球の中でドライバーも打つ、アイアンも打つ、ウエッジも打つってやっていくと絶対クラブの長さでスイングって変わるから、はい、同じスイングしようとしても勝手に変えられちゃうんだよねクラブで、うんうんうん、そうだから安定したスイングを今日は練習しますって練習場に来たら1番手だけで同じ距離を同じスピードで同じスイングを心がけて100球同じ球を打つ、それが一番安定感につながる染み込みをさせる。今日は安定感さします、ドライバーもアイアンもウエッジも全部やりたいですって言うと安定できない。そうだから練習の仕方も分けなきゃいけないし、感性を出したいって言うんだったらいろんなクラブ打った方がいい、その日は。でも今日はドリルやります、安定感出したいですって言うんだったら1本いく。それちょっと早速やりたいです。やりたいでしょ。取り組んでいきたいね。そう、それってめちゃくちゃ大事なことで、そう、もうドシンプルなことをもうクソ真面目にずっとやり続けるのってすごい大事だから、うん、そう、うん、安定感っていう文字がちょっとでも入ったら番手はなるべく変えない方がいい。へー、うん、練習方法としてね、はい、うん、だからちょっと長々撮ってるけど、ヒデ君のスイングを見て、あ、ここ直した方がいいな、あそこ直した方がいいなっていうところはない、動きとしてね。ただその自分の動きをどれだけ理解してるかと、動き方を固定概念でこうすごく押さえつけられちゃってることがいくつかあるなっていう感じがもちろんあるから、それが治ってくるとこう気持ちも体もドフリーになってくるんだね、うん、そうすると動きやすくなるはずなの、うん、そう。でもどっちかというと今はこの枠の中で全部やってくれっていう感じのスイング、そう、それだとね動けない、うまく動けない。特にその軸ぶらす感じのそのリズムの取り方、まあヒールアップ時代そうだけどね、あんまり回転しようとかね、こう何しようってあんま思わない方がいい。単純にこうパッと構えてストーンストーンつって打てば見た目出るのよ。そうそうそう、だから本当スイング見ててあんまりこうどこ直すとかってないからね。だから軸を使ってるんだから、その軸の使うタイミングさえ間違えなければ球は曲がらない。全然俺が見てる感じ悩みまでいってない。全然大丈夫。気持ちいいですね、そんなこと。全然悩みない。ではですね、今回ちょっとですね、秀樹君のドライバーの悩みに関してですねレッスンしていきました。こういう悩み、同じような秀樹君のお悩みある方なんかはぜひぜひ参考にしていただければと思います。はい、それではですね、今回初めてですね秀樹君のスイングというのをレッスンしていきましたが、ゴルフのレッスンというのはスイングをそもそも最初から直すというわけではないんですね。やっぱりその方っていい動きをしてたりですね、もちろん悪い動きがあれば直していかないといけないんですけども、やっぱりあれだけナイスボール最初に出てしまうと、そのスイングを直すっていう考えには至らないことの方が多いです。そのスイング、もともと持ってるスイングの良さをよりいい方に導いてあげるっていうアドバイスをしてあげた方が僕はいいと思います。あとはですね、ポイントをですね教えてあげたりとかですね、スイングに対してもうちょっとこういう考えを持ったらもっと今のスイングが良くなりますよというアドバイスをしてあげるというのがゴルフのレッスンです。
来てすぐはいダメですこれ直しましょうというのはあまりいいレッスンでは僕はないと思います。なので今回はですね、同級生にたまたま駐車場で会ったんでこういう企画になりましたが、今後なんかこういうことがですねばったりありましたらいろんな方のレッスンなんかもしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。